1971年、超高層ホテル第1号として開業した京王プラザホテル。一口で申しますと、明るくて楽しい、すがすがしい、そういうふうな感じのホテルを作りたいということで作ってまいります。時代の流れとともに訪れる変化に合わせ、業界のパイオニアとして常に進化を続けてきました。その根幹は人の輪をつなぐ広場になる。やっぱりお客様を笑顔にすることだと思います。ゲストの皆様に喜んでいただけるための素晴らしい時間を作りたい。一番はお客様に寄り添うことだと思います。長い歴史の中で脈々と受け継がれてきたホスピタリティの形。これから見ていただくお話はその歴史の1ページです。いろいろなところ失礼いたします。お手数ですが、受付まで一度お越しいただけますでしょうか。ちょっと行ってくる。うん。失礼いたします。もしよろしければお待ちの間にこのラウンジにあります個室ご覧になりませんか。個室ですか。はい、とっても素敵なんです。じゃあ、それではご案内いたします。どうぞ。はい。こちらでございます。すごい。大丈夫ですよ。落ち着いていきましょう。頑張ってください。ねえねえ、見てこれ。ハッピーバレンタインズデー&だって、どういう意味かな。結婚してください。プロポーズというところで、お二人にとって人生の大きな節目になるような、ご依頼だったので、サプライズをされる男性の方に来ていただいて、予約担当と私と、ご本人様と3人で話し合いをしていきまして、こういう声掛けをされたら、まあ、自然に足がそこに向くかなっていうことを考えながら、サプライズを考えてらっしゃる方にはお話を聞いたり、ご提案させていただいたりしていました。一番はお客様に寄り添うことだと思います。目的ややりたいことがあっていらっしゃる方がほとんどだと思いますので、お客様に寄り添い、お客様のご要望や、どういったことをしたくてホテルに来たのかというところを聞き出して、 B
微力ではありますが手伝って、叶えていくというのがホスピタリティ精神なんではないかなと思っております。東京は人がすごいね。ママも初めて来たのよ。どっちだろう。ちょっともう一回見せて。ちょっと待って、あ、そろそろみたいよ。やっとか。あんた大丈夫？広いね。すごいね。豪華。あ、とりあえず座ろうか。お父さんから？明日検査頑張れよ、だって。お父さんも来れたらよかったのにね。ご案内いたしましょうか？はい、ぜひ。かしこまりました。本日はご宿泊でいらっしゃいますか？はい。お荷物をお持ちいたします。こちらへどうぞ。お足元にお気をつけくださいませ。ご出発の際ですね、私ども車椅子もご用意しておりますし、タクシーのお手配もしておりますので、24時間いつでもですねおかけいただければと存じます。お待たせしております。どうぞお進みくださいませ。こちらは都庁側の景色でございます。夜になりますと夜景もお楽しみいただけます。ね、ママ夜一緒に見ようよ。お父さん、こっちこっち。お、このホテル？そう。立派なホテルだな。こんにちは。こんにちは。ようこそいらっしゃいませ。本日はお父様もご一緒なんですか？表情であったりとか、あとは視線の先、そういったところからですね、私たちが読み取ってですね、お声をかけさせていただくことが多々ございます。まず自分自身が相手の立場になってみること、ベビーカーを押してたりとか、あとは車椅子を利用されているお客様の気持ちになってみてですね、あ、こんなことしてもらったら嬉しいなとか、小さいことですけれどもエレベーターのボタンを押してくれるだけでこれだけで嬉しいなとか、そういったものを率先してですね行っているようにしております。ケオプラザホテルが第二の我が家と思っていただければ何よりだと思っております。Good evening, ma'am. Hi. Here's the drink list. Thank you. Excuse me, ma'am. Would you like a martini with Bombay Sapphire? Bombay Sapphire? How did you know?Gosh, you remember from 10 years ago. How nice. Thank you. Let me order. Certainly, ma'am. Here is your regular Bombay Sapphire Martini. Thank you. It's my favorite.
Your martini brings wonderful memories to me. Thank you. My pleasure. You've got a wonderful memory. Well, you and your blue ring really captured my eyes.オーダーをお客様から受けて、それを当たり前のようにお出しして、お客様が飲み切ってお帰りになるだけだとサービスではないと思うんですね。オーダーをお出しして、その時に例えば外国人のお客様にですね、どちらからいらしたのか、日本に来るのは何回目なのか、そういった会話をすることによってお客様と向き合う時間が非常に長くなる。そうするとお客様の顔を覚える時間も必然的に長くなる。そして、どんなお飲み物を飲んでるかっていうのも把握できるというのが一番のポイントでございます。せっかく日本にいらしてお飲み物をオーダーされてスッと帰っていくだけだと何も残らない。そこで会話をすることで、ここのホテルのバーテンダーとあの時会話をしたなと、また次に日本に、いらっしゃる時にケオプラザにっていう頭の片隅に残っていただければいいなというのは願いですね。はい、グッド。はい、ライトゴー。で、オッケーゴをする際には、まずお客様とお呼びかけをお願いいたします。お客様ご自身がホテルスタッフに話しかけられていることをご認識いただけますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、本日は多くの皆様が、いらっしゃいます。お客様に安心してお過ごしいただけるように、皆さんで協力していきましょう。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。どうぞこちらホテル入り口でございます。まっすぐお進みくださいませ。はい、グッド。ストレート、まっすぐお進みくださいませ。そのまままっすぐお進みくださいませ。どうぞこちらまっすぐお進みください。お客様、声のする方にお進みくださいませ。上りのエスカレーターはこちらでございます。手を添えさせていただいてよろしいでしょうか。ありがとうございます。はい、オッケーゴー、グッド。お客様、まもなくエスカレーターの折り口でございます。はい、では右手斜め前にお進みくださいませ。ストレート、グッド。いらっしゃいませ。どうぞまっすぐお進みくださいませ。オッケー、ゴー、グッド、グッド。たくさんの盲導犬が集まるっていう話だったので、みんながスムーズにちゃんと動けるのだろうかっていう心配はありました。行くとこ行くとこでもう声かけてくださってたので、もう本当にこう声かけが一番の安心材料なので、それに従って歩いていけば何の心配もなく到着することができましたね。本当の意味での式典を楽しめたねっていう感想が多かった。教会の方にいろいろとわからないことをたくさん質問しながら一緒に作り上げていけたご会合だったなと思います。バスルームの中に用意しているシャンプーとリンスが、触っただけでは容器が一緒で分かりづらかったですので、シャンプーには輪ゴムを2本、リンスには輪ゴムを1本とつけまして、触ってすぐ分かるような形のものをご用意いたしました。どの方にもホテルを楽しんでいただけるように、お客様の声をよく聞いて取り入れて、ベストなサービスを、考え実践することだと思っています。ありがとうございます。こんにちは。はい。元気。元気です。ありがとうございます。はい。
つものお願いね。かしこまりました。失礼いたします。あ、素敵、ウェルカムって書いてあるわ。はい、シェフがこれを書いて、ご用意させていただきました。綺麗だよね、本当にね。はい、美味しいしね。はい、こちら、どうぞ。うん、これやっぱり最後はいいね、見なくてね。そうね、あったかくてね。なかなかこうはいかないんだな。失礼いたします。うわ、すごい美味しそう。ちょっとバラの花がお好きということで、この間お伺いしたので。一回も買ってあげたことないんだよね、僕は。今度は本物を見て。はい、わかりました。私があげます。100万本こんにちは。あ、こんにちは、いらっしゃいませ。お待たせいたしました。こちら。かわいい。これ書いてくれたの？どう？かわいい。ありがとう。嬉しい。嬉しそう。よかった。気持ちよくお帰りになってまた来てもらうっていうことを常に心がけております。雪が降った日には雪だるまとか、雪の結晶を描いたりとか、喜んでもらう、そして自分も楽しみながら仕事をすることで、どん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 いい雰囲気になって、明るくなった笑顔になって帰っていただけるので、その笑顔にするために自分が何をするのか、お客さんに何をしたら喜んでもらえるかっていうのを考えて行動することが私のホスピタリティだと思います。こんにちは。お待ち申し上げておりました。いかがいたしましょうか。デザートとか考えた時に、なんかこうもう一パンチ欲しいですね。素敵なんだけどね、すごい。これもなんかね、一生に一度のことなので、はい、特別なことがしたいんです。はい、総料理長。足りないよね、なんかね。ご神父様の実家は蜂蜜を作ってるんですか。ああ、そうですね、うん、どうしてですか。蜂蜜をイメージしたメニューが作れますよ。確かに。確かにいいね。蜂蜜ってとこでね。お待たせしました。 ありがとうございます。はい、どうぞ。一番大事なのは時間だと思ってるんですね。その大切な時間を、皆様、もちろん、新郎新婦のお二人、ご親族様、全ての、ゲストの皆様に
喜んでいただけるための素晴らしい時間を作りたい、その一心だけです。お客様に本当はもう最高のものを当日お届けしたいという気持ちがやっぱありますので、笑顔になってもらいたい。そのためにはもう自分の限界を超えるといいますか、できないものはもう自分が努力してお出しできるような、もうそういう常にそういう精神で頑張らさせていただいています。お二人との会話の中でたくさんのヒントが隠されていると思っております。そのお二人との会話を大事にしながら、世界にたった一つのお二人らしいご結婚式を作り上げていきたいと思っております。お客様に寄り添い、数多くの笑顔を作り上げてきた京王プラザホテル。あなたにとってホスピタリティとは？お客様に寄り添い、お客様のご要望や、どういったことをしたくてホテルに来たのかというところを聞き出して、微力ではありますが手伝って、叶えていくというのがホスピタリティ精神なんではないかなと思っております。こういうことを言ってもらえると嬉しい、そういった思ったことをですね、自分の心の中だけに留めずにですね、どん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 発信していきまして、それをどんどんホスピタリティに変えていけたらなと思っております。お客様が求められる前に、お客様はこれが欲しい、こういったことを求めている、いち早くそのご要望にお応えできるというのは、本当にそのプロの意識があるホテルマン、まずはそのプロの意識を持つということでございます。どのお客様もやはりホテルを楽しんでいただきたいというのがまず第一にありますので、いろんなお客様の声をよく聞いてサービスに取り入れて接客をしていきたいと思っております。お客様が気持ちよくお帰りになってまた来てもらうっていうことを常に心がけております。間違いなくお客様の笑顔ですよね。お客様の笑顔、お客様が求めているものに全力で応えてあげようとする気持ちだと思うんですよね。お客様に本当は最高のものを当日お届けしたいという気持ちがやっぱありますので、常に努力をする精神、まずイエスという精神が大事なのかなと思っております。ちょっと厚かましいですが、いつもご神父様ご新郎様のお母様代わりでというふうには心がけております。